シャ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 、おなじみのゆうすけさんです。はい、お疲れ様です。シャシャシャ、よかったらチャンネル登録してください。いや、すごいな。疲れてます。ここはね、今有楽町の駅前なんですけど、今日は仕事明けらしいですよ。前のレビュー動画で今話題のルミックス、GH7 は僕は S9 よりはかなり傾いてて、予約の時間も貼り付けるんで多分買うんですけど、インフルエンサーの方とか別にディスるとかじゃない、しょうがないと思うんですけど、細かいんで。結構いろんなレビューとか見ても公式とか見ても分かんないことがあったんで、せっかくなんで銀座のショールーム近いんで、実機ないと思うんですけど、一応スタッフの方に質問事項まとめといたんで、それを聞いて、まあそれで最終決断しようかなと思います。まあ買おうと思っても買えるか分かんないですけどね、少ないんで生産が。ということで、ゆうすけさんお忙しいとこお付き合いいただいてるんで、ちょっと一緒にゆうすけさんも買うんですもん。多分買います。あれ、あ、多分なんですか。多分です、まあ、よかったら最後までお付き合いください。行ってきます。金子さん、お疲れ様です。すいません、今話題のフリスクドリンクで、はい、じゃあ開けてあげましょうね。お疲れ様です。フリスク、どんな味するんだろう。うわー、うん、なるほど。これ200円するんですけど、うん、これ自腹じゃ絶対買わないです。1回でいいですね。どうしようかな。確認事項がね、ゆうすけさん知ってるかもしれないんで、ここで、まあ、ゆうすけさんあんま内容知らないんで、ちょっとここで振るだけ振ってみて、もうダメだったらワンチャンちょっとカスタマーとかに電話をして確認しようかなっていう動画です。すいません。そうですね、雑談した後に足りなかったら電話してみればいいですもんね。お願いします。すいません。センサーはこれ GH6 とは当然違うって、まあ今表記が新開発の二面照射ってありましたか。あるある。それを今日X で私の X の方なんですけど、はい、それコピペして貼ってあるんで、よかったら見ていただきたいと思うんですけど、はい、G9 Pro 2とまあおそらく一緒ですよね、スペックとか見て、まあ、ですよね、ぽいですよね、はい、動画フォーマット的にも。ただなんか書き方がすげえ曖昧で、なんか G9-2 とも違うよみたいな感じじゃん。なんかそんな感じで捉えられなくもない。最初なんかそんな感じありましたよね。でもなんか X とかなんかチラチラ見てると G9-2 とセンサーは同じで確定っぽいんですけど、はい、まあそんな感じですよ。完璧に一緒かどうかっていうのはちょっとわからないですけど、まあ限りなく似たセンサープラス利面照射であるっていうのは、パナソニックさんのホームページの方にありました、ね、まあまあまあ、これはちょっと聞けたら聞きますね。で、画像処理エンジンも変わってるんですか。表記上は一緒みたいなんですけど、その細かいところでどういう違いがあるかは分からないです、うん、なのでこれも聞いていただいた方がいいかな、まあ、ただそのインフルエンサーの方の感じ見ると、画質は正直 G9-2 とそんなに、まあ、GH6 ともそんなに体感変わらないかなっていう人が多かったんで、うん、まあまあそうなのかなって。僕レビューではあんまり写真のこと触れなかったんですけど、写真のローデータのビットが、まあこれ分かる方向けですけど、14か12か、よかったらコメントいただきたいんですけど、 GH6 と同じだと思うんで、 GH6 が14だったら14なんですけど、マイクロフォーサーズって当時ね、僕これそれこそこの GH5S が出ている頃まではこれが唯一14ビット取れるマイクロフォーサーズ機だったんですよ。何気初代の G9 もこれ無理なんですよ。だから G9-2 とか分かります？G9-2 は14ビットなんですよ。ですね、それも私が調べた範囲ではちょっと出てこなかったんですけど、似たところで言うと S5-2 が14ビット収録できてて、そうですね、うん、で連写中だけ12ビット、あ、そうですね、うん、はい、っていうのだけしか分かんなかったですね。データ量で判断できるのかな、分かんないですけど、データのあれで、あとメディアインフォとかでビット振動見れるかなっていうところなんですけど、あ、それがまだちょっと実際ないと分かんない、ね、そう、誰も言及してないし、オリンパスも分かんないです。 OM1 が取れるのかどうかも俺も分かんないんで、そう、今はどうなのか分かんないんですけど、まあ、詳しく調べきってはいないっていうのが前提で、今は分かんないです。確かに、そう、僕、まあ、ここは別にこれが12だったとしても別にじゃあ買わないみたいな感じではないんですけど、 GH7 って写真も全然良さそうなんで、うん、なんか写真の方がすごいなと思います。そう、プライベートの写真の作品撮る時でも予備機みたいな感じにも、場合によってはね、好きなレンズがあるんで、マイクロフォーサーズの方で別に作品撮ってもいいくらいかなと思ってるんで、僕は結構ゴリゴリ編集する方なんで、大抵の場合12でもいっちゃいいんですけど、14だとまあなおいいなみたいな感じなんで、ここ一応気になるんで、これはちょっと確認取りたいですね。まあ、連写の時に12ビットだったらまあどうにかできるけど、うん、単写でもう14ビットが撮れるんだったらそっちの方がありがたいですよね、実際に。ついでにね、 G9 とか他のカメラどうなんですかねって聞きたい。これが14なら G9-2 とかも14な気がしますけど、うん、あと
これ内部あの HDMI 読み出しじゃなくて内部出力でプロレスローを撮ると、はい、なんか 4K だって 6K はそのまま出るみたいなんですけど 4K はなんか読み出しの問題で多分 1.4 倍とかクロップされるみたいな、なんかそういうの外国人かなんかが言ってるんですけど、それはそうなんですかね。いや知らないんですけど、ただまあ負担を考えるとあり得るなっていう感じは。 HDMI の時は問題ないと思うんですけど、あとあの GH6 の時あったかどうかちょっと忘れたんですけど、はい、あの USB Type-C であの SSD に書き出すときと違う可能性はあるかもしれないですよね。だそこら辺もちょっとすげえ曖昧なんで、はい、書き方があのそもそもにあの別紙でしたから、プロキシの件に関してあれすげえ表記分かりにくいから、はい、どのモードで使えるか使えないかってあのレビュー動画で言ってたんですけど、インフルエンサーの方の実機のあれ見たら一応表示されるみたいですね、プロキシ可能って。あ、そうなんです、ね、あのバリアブルフレームレート可能とかそういうのは前からあるんですけど、プロキシ今回からみたいなの で、ね、プロキシ可能って表示されるみたいなの で、ね、これはもう自分で確認します、すいません。これはちょっとどのモードで使えるか把握して使えるときに使おうかなって感じですね。そうですね、使えたら便利っていうのは間違いないですもんね。最大の謎が、もう有名なパナソニック系の YouTube も大体分かっちゃうと思うんですけど、ライブに初めて質問してみたんですよ。俺ライブにあのそのコメントとか一切しない人間だったんですけど、そのライブ中で俺初めて知ったんですけど、ダイナミックレンジブーストってモニターで表示するとき反映されてないんですね。なんか劣行するときになんか2回読み出すみたいなね、低照度となんか 高感度 その2回路で2回読み出して合成するからモニターでは反映されないんだみたいな、その方が言ってて、そのレビューしながら、うん、あそうなんだみたいな。でその時気になったのが、はい、僕あの忍者使ってて、あの HDMI 出力でレコーダーにもなるやつ、モニターレコーダーみたいなの使ってて、そのモニターの方でレックするんですよ、はい、でカメラの方で映像出力しているだけ、はい、でレックのなんかそういうのは画像処理みたいなのどうなんですか、その俺も分かってないですけど、そのモニターレコーダーの方で多分するのかな、アトモスとかですね。そう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 、それはあの多分モニター側だと思います。そうすると HDMI 出力するとき、 HDMI だとあの多分さっきのクロップは全く問題なく、はい、4K120p もノンクロップで機種によるんですけど、はい、できると思うんですけど、60超えるとどみつきかないんですけど、はいすね、ただあの普通に 6K の、 あの30とか24の時とかはダイナミックレンジブーストは効いてないんですか、ね、ただそうすると表記に誤りありになる感じがするから、あのモニターはちょっとわからないんですけど、モニターはあの反映されないの間違いない、 HDMI からの出力に関してはそれは反映されてるんじゃないかなと思うんで、それもちょっと聞いていただきたいな。であってほしいんですけど、これが僕の最大の謎で、うん、でその方は僕のことをなんと認知してくれてて、検証してくれようとしたんですけど、ブラックマジックのビデオアシストがなんか見つからなくてとか、あと結局ちょっと、うん、あの曖昧なんでメーカーに確認しますと言ってくださったんで、その方のレビュー動画でもしかしたら追加でなんかわかんない編集どこまでやってるかわかんないですけどかもしれないですけど、一応僕自身でも確認できればこれしたいなと思います、まあ、この後ちょっと聞いていただければと思うんで。そうですね、そうですね、ダイナミックレンジブースに関しては本当使いやすくなってよかったですよね。そう、ただ謎の機能僕も知らなかったですよ、2回読み出してなんかモニターに反映されてねえんだみたいな、あれはあの本当にどういう制御なのかっていうのは確かになんですけど、 GH6 の時もあのダヴィンチに読み込んだ後と前とで画像確かにちょっと違いました、ね、そこはちょっと要確認なんで、本当はショールーム行って確認したかったんですけどちょっと僕これからまた別の用事があって、あの青山の方まで行ってらんないんで電話でちょっと確認してみます。ここら辺置いときは多分拾ってるんです。あ、来た。ピー。あ、すいません。発売前の商品のちょっとご質問でも大丈夫ですか？はい。はい、そうですね。いくつかちょっとあるんですけども、まずあの、ちょっとセンサー。なんですけど使用されてる以上なんですけど、多くて申し訳ないんですけど、そこをちょっとご回答できればいただきたいなっていうので、このカメラおっしゃる通りまだですね、発売前のカメラになってしまっており、こちらの使い方の窓口機能に実はまだ適用外の状態になっております。ああ、そうなんですね。はい、また資料等もご用意ができておりませんでして、はい、なるほど。折り返しいただけるんであれば全然大丈夫です。では申し訳ございません。まずですね、この10分いただきましたご質問をご回答できる情報がないかというところでご確認をさせていただきますと、
はい、お願いします。一つもないですか、現状。はい。仮に購入してからもちょっと知りたいことなんで、はい、ぜひいただきたい。ちなみに目安、もし分かればいいんですけど、どれぐらいでいただけそうですかね、お回答。ということで、どっちみちあの青山の方に行ってもこの感じだと実機が触れれば自分で確認できるのも一部あるっちゃあるのかもしれないですけど、まあ、回答待って意外と早く回答していただけそうなんでですね。とりあえずね、僕は GH7 を予約します。最悪キャンセル、まあまあでもしないと思いますけどね。まあなんか予約できるかどうかのラインですけど、まあできる、どうなんですかね。まあその様子も明日撮って Vlog っぽくしようかなと思ってます。じゃ あの一緒に応援の意味込めて S9 もいや正直 S9 スキップしてよかったなと思いますね、こういうのがあったからまあ本当びっくりしましたけど GH6-2 とかだと思ったんですけど、まあね、まあまあ性能的にはそうですけどね、正直ね、うん。まあ、ただあのセンサーまで変わってると私はモデル変わったかなっていうイメージでいいと思うんですよね。まあなんまあなんかまあまあ中間かな、なんかまあまあうーんっていう感じですよ、ね、GH7S とかが出たらもうちょっと激おこぷんぷんですけどね。ハイレゾリューションモデル、いや高感度じゃないですか。高感度はあんまりやっぱり GH5S の方がだから、これ本当お買い得ですよ。 GH5S 全然いいと思いますけど、ね、全然いいと思います。私もそれ使ってましたけど、だからこれは本当にあの僕サブカメとしてキープするんで、はい、意外と夜の写真とかも綺麗に撮れますしね。さっきも言いましたけど14ビットですから、はい、いやちょっと今年は買わないかなと思ってたんですけど、こんなタイミングで来ると思わなかったんですけど、まあ、とりあえず、回答が来たら改めてちょっとそれはなんかショート動画かわかんないですけど、まあ、そこだけ抜粋して動画にするかもしれないですけど、はい、それは多分皆さんのためにもなると思うので。いかんせん分かりにくいですよねいやだってだそのインフルエンサーの方も分かんなかったですけど、攻めてるわけじゃなくてそれは分かんないですよねっていう感じですよね。だから本当インフルエンサーの方が先にねなんか検証してくれたりとかしたらそれももちろん参考にしつつ、一応公式からあの回答が来たら、うん、それは間違いないことだと思うんで、はい、っていう感じですかね。ちょっとあのカオスですいません、あのここで終わりになってるかどうかわかんないですけど、一旦ちょっと挨拶をちょっとあのユースさん、ありがとうございます。はい、あの普通に今日遊び来ただけなんで、ぜひチャンネル登録、あのよかったら哀れだと思ったらスーパーサンクスあのできるようになってるんでお願いします。はい。シャス、いけ、予約してしまった。